え、そこで取れんの？え、馬いるね。ねえ、マジ？なんで？でも顔がガチだもん、なんかもう。ジョマナということで、いつも行く道の駅に着きました。このアイスが好き。アイス食べに行こうぜ。ルネン、ここさ、いつも行ってるからさ。でもトイレ行きたいんでしょ。ここは休憩のために来るとこだから。なんでルネンそんな寒い格好で来たの？ママが言ったの？自分でさ、これがいるね、好きって言ったじゃん。で、ママ上着いるって言ったら、いらないって言ったじゃん。ママ、そんなの言ってないよ。行くとき言った、ママ。友達の喧嘩？外寒くなるかもしれないから、上着持ってくって言ったよ。豚汁と豚串めっちゃいいんだけど、この組み合わせ。どう？辛い？食べ終わった。どう？おいしい？これスープ飲んで。最近よく落とすね、君。あてこー。うーふ、気持ちいいね。パパ、聞いたよ。落ちるよ。怖い。押さないでね。どうですか？寝るし、座れない、寒い時。そこ座って。俺のみんなじゃん。寝る、今座る。ね、椅子出したんだから。なんで？ここになんでまだこんな薄着で来さしたの？寝る、壊れるよ。言ったじゃん、上着いるって言ったらいらないって二人とも言ったの。いや、言われても上着は持ってくるんだよ。車に置いとけばいいの。違う違う、聞いて、こんなに寒いって知らなかった。だって来るとき暖かかったじゃん。こっちの方がさ、5度低いってこの前言ったじゃん。こっち5度低いよって。めっちゃ近づいてくる。めちゃくちゃ近づいてくるんだけど。その服でさ、布団みたいにしないで。自分でこのズボンがいいって。落ちさしといた。嘘だよ。気まずくなるんだったら言うな。危ない、そっち行かないで。じゃあルネちゃんのオトパチタイムが始まります。ルネはオトフェチのことをオトパチって読みます。これです。宝石みたい。ルネ喋んないよ。宝石みたいに可愛い。ルイ行こう。まずい。ルイはイケメンだな。どっから撮っても。え、全然美味しいじゃん。じゃあ、うるさ。今オートパッチ撮ってんだけど。じゃあさ、行くよ。やめて。いや。なんで画面見えてないのに面白いの分かるの？だってさ、鏡になってんだもん。美味しい？怖い怖い怖い。ジョマナ。え？
おはよう。おい、急に始めるじゃん、怖。もう男同士でラブラブすんなって。いや、だってさ、マイクがさ、俺のそばにいたいって。あれ？マメちゃん。そうなのよ。今日始めましたよ。そうなの。みんななんかその、なんか、あ、まあ、ちょうどどうせ当日に会ってるでしょ、みたいな。わかります。お気持ちすごくあの本当お察ししますし、あの生まれた日にね電話もしてるし、うん、それはもうもちろん分かってるんですけど、まあ、実際会うのは今日が初めてっていう、まあこれはもう完全にコロナのせいですね。いや本当にね、うん、せいだね。コロナのせいだ、ね、あ、もういいのか。うん、もう大丈夫、もう大丈夫。コロナのせいだね。ちゃんと YouTube の場所にやってくれる。一応ね、そうね、ルイとルイの時はね、生まれた瞬間に抱っこしに来たけどね、もう、あ、マメちゃんは名前言いそうなんだろ、マメちゃんはね、まだ会えてなかったんでね、で、1ヶ月ちょっと経ってやっと会えました。だいぶサイズでかいでしょ、うん、びっくりした、普通にルイとルイの時よりも大きいんでしょ、ほんと。もう、てか、ルイとも全く一緒、体重はもう 1g 差で、マジで、で、身長もね、ほぼ一緒だと。へぇ、もうこれはルイです。ルイの女の子版が出てきました。そう。で、今日はね、シティボーイの彼がシティにちょっと疲れたということで。そうだね。ちょっと自然を感じに行こうかと。はい。思ってね、連絡したまでですけれども。なので、ちょっと梨山の方に。梨山に合列しようか。するか。俺が滑ったらどうするかって。あ、行こう。かわいい、その髪型。ありがとうございます。揚げパンを買いに来ました。おビノパン。そしてね、コーヒーを飲んでどこに次行くか作戦会議したいと思います。はい、ちょっと奥の方で食べるか。まだね、あんまり分かってないけど美味しいんだよ、揚げパンが。どういう感じで作られてるのか。え、見れんの。そう、結構さ、テンション上がる。結構上がるよ。あれ、でも今日はなんか意外な。で、今日パン流れてなくない？あれ、意外な。あっちに入れて、あっち。今日本気出してない？ずっとこんにゃくになった。そうです、世代一緒。あそこパンめっちゃ、え、本当だ、マジじゃん。すごいよね、めっちゃ流れてる。取れ取れ、この前俺が言ったやつ。あれ見た、小学校の。いいからいいから、はい。やったわ。これだから黒い服は嫌なんだよ。服を汚す価値ある、うん、うますぎる。いい休日だね、うん、なんかチモティさ、こっち来るとさ、休日なんか充実してる感あるよね。わかる、だからストーリーの更新率めっちゃ上がる。マジで。はい、小鉄。え、言わない。あ、あ、俺が言っていい。寝てる今。今寝てる。危ない危ない。ちょっと寝やすい。乾杯。ちょ、飲んでから言って。移動ブレーキって言うと思ったの。あ、そういうことね。熱い？熱いよ。じゃあやだ。じゃあやだ。でもめっちゃいいよ。めっちゃうめえ。香りだけで飲める。飲んでないよ、それ。吸ってるだけね。マジ可愛い。しかもなんか最近流行ってるよね。クラッツ。もうボロボロだけど。仕事でも入ってる。え、なんかその靴も流行ってるよね、あの、ケムシ。ねえ、これケムシって言われたんだけど。ケムシみたいじゃない。ちゃんと今日はママ。あ、びっくりした。今日はお母さんの、こういう絵文
こういう絵文字かと思う。広角って便利だわ。やめろ、全部映せる。あんま映すな、あんま映すな、恥ずかしいから。佐藤でなんかファックされてる人みたい。痛い痛い、ね、どけてもいい。なんなん、じゃすな、じゃすな。ってやろうやろう、インスタグラマーごっこ。あ、一緒に友達ラピル。じゃああげるよ。でもこれだとまたなんか匂わせがどうこうとか言う。あ、じゃあ分かった、一人でやるわ。一人に入ってくれる。奥に入ってくる。そっちの方がよっぽどなんよ。匂って匂ってしゃあないんよ。そんな。取れよ。いや、二人兄弟。誰に突っ込まれるか予想しよう。誰に突っ込まれるか予想。赤ちゃん。あ、来るね。それ撮ってるからね。あ、マジでうまい。飲んでないから。こっちのセリフ？こっちのセリフマジで。飲んでないのにあーマジうまい。信用できないわ。全然一人きつけないの。そうそうそう。え、違う、だってまずここ作戦会議できたのにさ。でも今日もう行くところ決めたからついてきて。作戦会議とは。今こそ発動でしょ。てかさ、この前ティモティと初めて会ったのいつみたいな感じでジョンに聞かれて、覚えてる？覚えてる。でさ、なんかこういうタイプの女の子を初めて見たって言ってたよね。うん、文京区にはいなかったし。文京区にはいなかったね。もうすごかったもん。お前が行ってる高校とかそういう感じじゃないの、周りのギャル。ああ、あの当時の高校ね。怖い、うん、当時の高校はだってもうそのもうあの違うもん、レベルが。入学式ピンクのセーラー服とかできちゃうから。また別なの。そうそうそう。バイト何してんの。あ、確かキャバクラ。だいぶ髪食っちゃった。うわ、来たな。ほら、同じことやるんだ。ジョン到着しました。はい、ちょっとこっちです、こっちです。実はね、行き先を知らないんだ。そっちもティだけ知らないからね。違う、めちゃくちゃ俺マスク忘れた。あ、ポケット入ってるわ。入ってる。うん、アメリカや。今日はジョニーに絶対喜ぶような場所を連れてきたいと思って来ました。Yeah. このビルはもともと建て壊す予定のものだったビルだったらしいんで。そんなとこまで知ってんの？そう。でもここを改装して町おこしのために作られた場所らしいです。へえ。住所とか載ってないかな？これ中央町10-17。じゃあ上に。邪魔だ。見てあそこの富士山。綺麗。見えちゃいます。結構髪隠れてる感じ。うわ。めっちゃいいね。びっくりした。怖。行ってみたくない？ね。抱っこ紐にして行ってみる？あ、そうしたからね、バッグも置いて行くか。さあ、抱っこ紐スタイルでここの道、ジブリ道を行ってみます。やっぱこっからこうやって登って屋上まで行くんだ。そうだね。で、なんか上に行きたい時はお店の人に、スタッフに言うと案内してくれるらしい。なるほどね。さっき俺たちも上まで行ってみたけど行く道がなかった。駅までの近道。でも楽しかったね。山登り気分味わっていいわ。うん、見てあそこ。やばくない？え、行けそうだよ。行ける？でもね、あの上にね、見てあのあれがあるんだね。行けるんだ。いけるけど、虫がやだ。ああ、結
構きついきつい。いいよ。え、絶対転ばない。うん。引く。え、すごいすごい。虫いたら言って。うん。え、すげえ。え、すごい。うんこがある。うんこ。あ、待って。うんこいっぱいある。あ、猫がうんこしに来てんのかな。あてこ。ちょまな。私はスコーンにします。何スコーンなんだろうこれ。ちょっと美味しい匂いする。美味しそう。俺はなんだっけ、なんかチーズとねえ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 ついてるよ。バカだね。え、めっちゃいいですね。めっちゃいい匂い。匂って。で鼻つけちゃダメだから。え、なのに。うわ、美味しそう。このセット無敵じゃない。いや、最高だね。で、僕がラテにチーズケーキ。NY チーズケーキ。それは何もいい、こっちいいよ、向けなくて。じゃあ、いただきたいと思います。美味しい。あ、そういう感じなんだ。いいじゃないんだ。あ、それちょっと、今言う前のとこカットして、これカットくれないと。めっちゃ気持ちよさそうです。いただきます。すごい、待って、パンムチムチすぎて、なんかもう餅なんだ。うーん、OK です。おはようございます。ってことで、今日はキャンプとまで行かないけどデイキャンプをみんなでしていきたいと思います。モネちゃんも初めてのデイキャンプなので楽しみだね。まだ本人は寝ております。気持ちよさそうに寝ております。このね、掛け布団がね、これマナのおばあちゃんが手編みで縫ってくれたやつなんだけど、めっちゃ可愛くない？ブランケット、ブランケットって訂正が入りました。ブランケットね、作ってくれたんだけど、めっちゃ可愛くない？この色合いとか、さすがマナのおばあちゃん。いや、暑い、この学校。やるよ、せよ。アイスクライマー。何？アイスクライマー。じゃあ、ありがとう。せよ。じゃあ、ありがとう、この椅子、すみこ。パパは？パパ。ねえ、パパは？パパ。パパ、どこ？あ、パパ。手伝って手伝ってレゴ。てれん、何を作るんですか？とりあえず買ってきたお肉を焼いてみますか。はい。画期的アイテム、これ買ったんだよね。調味料入れ。バイバイ。かわいくない？これかわいいって言っても、ね、なんかナイフを1個しか持ってきてないから、もっと持ってくればよかった。次回のキャンプの練習だね。は、もっとナイフ、キッチン台、キッチン台が必要。バターが購入されました。いきます。火弱い。醤油忘れました。てか、なんかもともとデザートしか作る気なかったから、うん、醤油とかもない。こんなガチクッキングのやつなかった。なかった。てれーん。マナママ家族からもらったシチュー、いただきます。よし、じゃあちぎったフランスパンと一緒に食べよう。マメちゃん可愛いと思う？え、うまっ。
スープもうまいしさ、このフランスパンもめっちゃうまいんだけど。じゃあお肉焼きます。うーん、香りやばいね。いいね、うん、うまそう。美味しいでしょ。バーが作ってくれたじゃん。バー、ありがとう。美味しい。よいしょ。いや、また絡まってるし。落ち着いてください、最後も。ちょっかい出してる、ジョナが。ちょんって。満足そうに寝ております。充電ない。コーヒー作ってくれ。はい。じゃあ、引きます。本当にシルバニア。めっちゃ車の音するな。もう音フェチは諦めよう。ブルー。これこの前のスタバのカップです。可愛くない？可愛い。使う時が来た。水入れます。あっ、あおい。できました。